こんにちは、マスです。今日はロシア・ウクライナ戦争で金価格が乱高下っていう話です。振り返ると、昨日プーチンが戦争を始めますって宣言した時に、金価格は1940ぐらいまでドカーンって上昇しました。さらにどこかで爆発が起こりましたみたいなニュースが出てからさらに上昇して、 1975ドルぐらいまで上昇しました。ここがピークでした。日本の価格で言うと1グラムちょうど8000円ぐらいです。そしてここのピークから利益確定の売りが出て1885ぐらいまで下がりました。どの戦争もそうですけど本格的に戦争が始まると金価格は下がっていきます。戦争 っていうのは通常劇場型ですから戦争が始まりそうだよっていう時に上がっていくんです。徐々に徐々に。そして本格的に戦争が始まると利益確定して逃げます。個人的には戦争で儲けようっていう気がないです。倫理的にどうかなって思ってるからです。もうね、それどころの話じゃないっていうことなんですよ。 ロシア、ウクライナ戦争で分かったことは、アメリカは日本、台湾を助けないっていうことなんです。昨日、青山議員の YouTube 見てたら、そんなことを言っていたんです。だから、びっくりしたんですよ。昨日、中国軍用機9機が台湾防空識別圏に侵入っていうニュースをやってました。だから、近いと思います。 台湾取ったら次は尖閣諸島、沖縄本島ですよ。沖縄は自分たちのもんだって中国は言ってますからね。沖縄にいる親中国派を守るために軍が侵攻します。みたいなことを言ってくるかもしれませんからね。ロシアみたいに。そうなるとウイグルみたいになっていくっていうことですよ。その前に台湾有事に 巻き込まれるわけですけど、その時に有事の金をどう活用するかっていうことを考えないといけません。そうなったら金価格は1グラム9000円。まあ1万円とか行くかもしれませんけど、これをどうしますか ?C レーンが一部止まりますからインフレなるでしょうね。そうなったら食料品も高騰しますから、 金貨とお米を交換できるかもしれませんよ。二つ目は金を売って外国に逃げるっていうことも選択肢に入ると思います。ミサイルが飛んでこなくても工作員がいっぱいいますから何が起こるかわからないんです。三つ目は売らないもしくは持って逃げるですね。金は売らないで身一つで 外国に行くとかね。もしくは金を持って外国に行くか。金貨だったら持ち出せるかもしれませんけど、数十キロってなったら無理ですよね。そして日本国内の安全なところに金を持って逃げる。まあ安全なところがあるかどうかはわかりません。そして4番目は何もしない。食料品の備蓄が十分ある人。 そして、覚悟がある人、とかね。まあ、一番から四番、どれにしますかっていうことではなくて、組み合わせです。一部売って逃げるかもしれませんよね。私は具体的に考えているわけじゃないですけど、備蓄はしてます。これだけはしてます。台湾有事のためっていうわけではないですけど、もちろんそれも想定してのことです。 ということで、皆さんも今から考えておいた方がいいと思います。近いと思いますからね。では以上です。ご視聴ありがとうございました。